バラスト水とは、船舶のバラストとして用いられる水のこと。貨物船が空にで出港するとき、港の海水が積み込まれ、貨物を積載する港で船外へ排出される。含まれている、水生生物が外来種として、生態系に影響を与える問題から、国際条約による規制が進められている。船舶、特に貨物船は、積載貨物などの重量を含めて設計されているため、 空にだと、様々な支障が生じる。これらを防ぐため、船内に設けた、バラストタンクに海水などを積んでおもし代わりとし、船体を安定させる対策が取られている。往路と袋で共に貨物を満載しない限り、バラストは必要となる。タンクに水を積む方法は、古代に使われた石などに比べると、積み下ろしが簡単で保管場所も、不要、肉崩れの心配もないため、 近代周運の発達に伴い利用が拡大した。一般にバラスト水は大型船ほど大量に必要で、例えば17万トンクラスの貨物船の場合、空船時には約5万トンのバラスト水を積載する。また、船種によっても異なり、最下重量トン数に対するバラストタンク容量はむね、コンテナ船で30%、原油タンカーは40%、 LNG タンカーでは80%に達するという。ただし、経済価値のないバラスト水を積むことは、船の燃費を考える上では、マイナス要素であり、減らす試みは従来よりなされてきた。下記の問題も後押しし、ノンバラスト船の研究等が進められている。国際開示機関によると、年間約120億トンのバラスト水が世界中を移動していると推定されている。 日本は推定1700万トンのバラスト水が海外から持ち込まれ、逆に3億トンのバラスト水を海外に排出している。海水などを注入する二重艇になっている船倉をバラストタンクという。積み込む港と排出する港が異なるため、バラスト水に含まれる水生生物が多国間を行き来し、地球規模で生態系が拡乱されるなどの問題が生じている。 従来より船底に付着した貝類などが外来種となる例は知られていたが、バラスト水は浮遊性生物を大量に移動させる。また、経済的要請が強い船舶の高速化は移動先での生存率を上昇させた。バラスト水由来とみられる外来生物による影響事例として以下が挙げられる。大繁殖により人間社会に不都合が起きた時点で騒ぎとなるが、背景には 生態系内のバランス変化などの下地があり、多くの種が関心を引くことなくすでに定着している可能性がある。現時点で被害が顕在化していなくとも、今後の気候変動や経済活動の活発化、工業化、都市化による水質を抱くなどにより繁殖条件が好転すれば新たな被害例が生じる恐れは高い。しかし、 海洋環境での外来種の研究は陸上に比べて進んでおらず、外来種による在来種への影響の把握も困難である。当初は伝染病リスクとして注目されたが、やがて漁業、工業被害が報告され規制が検討され始めた。現在は国際条約に基づき沿岸から200回離れた場所でバラスト水を交換することで当面の対策としている。なお、 軍艦や他国の排他的経済水域を航行しない船舶は適用外。ありがとうございます。